はい、ここが最初の難所、馬の背です。太った馬ですね。早速巨大な岩がお出迎えですね。どうぞ、アキさん。どうぞ。面白くてたまになるトーキングマウンテンのエダッチです。秋です。今日は岡山県和気町の和気アルプスに登ってきました。ここはね、一言で言うと岡山県の穂高岳です。登ったルートがこちらになります。ここ鵜ヶ枝に、温泉駐車場ですね、第5、ここの鵜ヶ枝に北陵ルートというところから入りました。ここはね、あの山頂の名前が、穂高だったり唐沢だったりジャンダルムだったり、あと難所の名前がね、馬の背だったりザイテングラードとかね、そういうのがありましたね。和気アルプスの魅力たっぷりなポイントをお届けします。それでは登山の様子をご覧ください。この和気アルプス、ルートがたくさんあるんですが、今回は鵜ヶ枝に北陵ルートというのを選びました。なんとなくですけど、この和気アルプスのね、一番美味しいところを味わえるルートじゃないかなと思ってます。まずはね、奥の峰というところを目指します。今回僕ら初めての岡山なんで、楽しい岡山のイメージをね、残したいですね。ワクワクしてます。登って10分ぐらいでね、もうこうですよ。これは和気アルプス、期待が持たそうですな。楽しみです。はい、ここが最初の難所、馬の背です。太った馬ですね。平らですもんね。だいたい普通尖ってるもんですよ、馬の背っていうのは。背中が広い、歩きやすそうです。はい、気をつけろ。広いから安心。はい、無事通過です。馬の背でした。これでもね、こう見るとね、町なんですよ。で、めっちゃ低い。なんか六甲に来たみたいですね。馬の背を過ぎた後ね、なかなかの岩場が続いてますよ。低山でも登りごたえがありますよ。いきなりこの岩場ですからね。なんかお得した感じです。シダゾーンに入りました。今4月下旬でこうですからね、夏登るのは厳しいかもしれません。シダゾーンを抜けたらまた岩稜帯ですね。暑い。もう先週はね、山口県最高峰の蛇口山登って、寒い寒い言いよったのに激アツです。暑い。秋の黄色い印の通りに行きましょう。本当アルプスみたいですね。はい、今目の前に見えてるあの岩山、あれが最初に目指す奥の峰でございます。今からこう歩いていくとこがね、見えてますよね。そっちから行ったらどう。ほんま岩好きなんじゃけ。
はい、この岩山がですね、槍ヶ峰という場所だそうです。ここに表示がありますね。はい、あれが奥の峰です。だいぶ目の前に迫ってきました。こっちから見た方がね、槍感をより感じますね。ちょっと後ろ見てごらん。奥の峰の最後の登りですけど、登りやすいんですけど、クモの巣がすごいです。もうそんな時期ですな。開けてきました。はい、この鯉のぼりですね、これが目印です。で、こっちが帰りのルートでございますね。まずはまっすぐ行って、もうすぐそこでしょ。あ、もう着いた。奥の峰274メートル、いただきました。はい、山頂のレポートしてください。こんな感じです。こんなに窮屈な山頂初めてです。次はこっちです。歩きやすいんですけど、クモの巣がすごいです。はい、この甲の上山方面に行きます。このまままっすぐ行くと甲の上山に行くんですが、ここはまっすぐに行かずに、こちら在天グラート方面に行きます。おそらくここはですね、この脇アルプスで一番こう岩場をね、楽しめるポイントじゃないかなと思っております。命大事に楽しく行こう。気をつけてください。いきなり激下りです。早くもなんか見えてきましたよ、秋さん。うん、あれじゃないですか、これ。あれ登るんですか。はい、これ上がっていくんじゃないの。おお、これ楽しそうよ。すごい急な上にざれてるので滑りやすいんですよね。気をつけましょう。はい、ここを激下った後にまた激登って在天グラートに行くんだと思います。なんか下山ですな、これ。降りてます。うん、降りてきましたな。できました。はい、やっと道が平らになりました。こちらから今降りてきました。今から行くのがこれですよ。はい、在天グラート、こっちです。はい、急に道がガラガラになりましたな。ちょっと姿が見えないんですけど、カエルの合唱です。はい、今度は激登りです。角度がえげつないです。えげつないの。だいぶ岩稜帯っぽくなってきました。さっき向こう側で見よった景色のところに今僕らいるんでしょうか。あっちから来ましたよ。もうギューンと降りて
ぐーっと上がってきましたね。剣峰に行くにはルートが2つあるんですけど、今日はザイテングラードカニの縦バイコースの方に行きたいと思います。はい、こちらがね、ついたて岩なんですけど、こちらはね、あの初心者が行くにはちょっと厳しいらしいので、今回は見送ります。ザイテングラードはあの穂高岳でもね、有名な難所ですよ。まあ僕ら二人とも行ったことないんで分かりません。ちなみにカニの縦バイっていうのは剣岳のことだと思うんですけど、穂高にそんなあったっけな。よっと、早速巨大な岩がお出迎えですね。どうぞ、アキさん。どうぞ。ああ、楽勝ですな。はい、でそこはまっすぐ登らずに、そうですね、こちらがザイテングラートカニの縦バイっていうことですな。よし、ジャンダルム、いただきました。どう、アキさん。滑り落ちそうです。